この動画では GPGPU クーダの解説をします C 言語のフォーループと比較してみましょうフォーループでメモリの各アドレスにアクセスしていくことにしますスレッドでの平行処理ですが基本的にインストラクションポインタは一つしかないので C 言語での繰り返しは平行処理はどこまで行っても平行コンカレントです GPU の場合は発想を変える必要があります メモリの各地点にはスレッドの値を指定してアクセスしますここがポイントですが GPU ではこのスレッドに対して同時に関数を実行できますそのためフォーループ分がなくなりますそれでは実際のコードを見てみましょう C 言語では IA と IB の配列の要素番号を指定して足した後、IC に代入します メモリを埋めていきます GPU の場合メモリの各アドレスにスレッドとその番号が割り当てられているとイメージしてくださいそして GPU ではスレッドごとに演算を設定します C 言語では演算結果はループが進むにつれて徐々に代入されていきますがここがポイントですが GPU では計算結果が同時に行列 C に格納されますそれでは GPU でスレッドをどのように指定するのか見てみましょう一番右の1次元ブロック1次元グリッドの場合から始めましょう少しややこしいですが2要素なので列下りとも1次元になることに注意してくださいブロック番号にブロックの長さを乗算してベースラインを算出しますその後にスレッドの ID を加算することで1位なスレッド ID を指定することができます グリッドが二次元になる場合、今見てきた一次元ブロック一次元グリッドが入れ子になって入ると見れば良いでしょう。灰色に塗った式を見てください。右辺のオレンジの部分が101行目の式になっています。これにより、ブロック1と2の中のスレッド番号が指定されています。103行目により、この一次元ブロック二次元グリッドの行列の 何行目かを指定しています最終的に103行目でこの一次元ブロック二次元グリッドの行列の中の1位なスレッド ID を指定することができますブロックが二次元になった場合も同様にブロック1から8が入れ子になって格納されるとイメージすればよいでしょう最後にブロックとグリッドの設定と性能についてです スレッドブロックグリッドは GPU プログラミングの基本といえますがチューニングは上級者向けだと思いますスラストなどのライブラリを使ってブロックとグリッドの次元は自動的に調整するのも一案です以上 GPGPU のスレッドブロックグリッドの解説をしましたこの動画が面白かった人は高評価ボタンとチャンネル登録をお願いしますご視聴ありがとうございました